テナークスたちが生きり立ってる。ドラッカとヤーラはもういるな。あなたは司令だ。中止することもできる。どうだかな。来たか。カルラットの英雄アーロイ、決闘の立ち会いに来たのか。決闘せねばならぬのか。当然しないとな。このままでは全分隊が参戦することになり、大勢が死ぬのだぞ。さらに報復が始まれば村でも大勢が死ぬだろう。他の方法があるはずだ。二人とも彼女の話を聞け。それだけの借りはあろう。ヤーラ、どうしても戦うっていうのか。裂け目を壊したんだぞ。何も知らなかったなんて言葉信じられるか。全ては私に挑戦するがために仕組まれたことだ。わかるだろう。ずっとそれを望んでいたのだ。一派の指揮権さえ手に入れれば何人死のうが、奴は気にも留めない。私が奴に終止符を打つ。ここでな。ドラッカ、機械の心臓を手に入れるために多くの部下を失っただろう。まだ失いたいのか。その犠牲があったから水源を探しに行かせ、だからこそ今俺はここに立っているんだ。地下って俺は裂け目で起こったこととは無関係だ。地下で水が漏れているとウクタに言われ、井戸が見つかるかもと思ったんだ。裂け目の水を抜けなんて言うか。だったら矛を収めて話し合えばいい。ダメだ。話し合うことなどあるか。ヤーラは俺たちに嘘をついてた。指令を決めるために虐殺を起こして、本当に民が救えると思っているのか。バカな真似はやめて手を取り合うんだ。その通り。両者槍を収めよ。さあ家に帰る。ヤーラが指令のままでか。ふざけるな。見たか、こいつの狙いは指令の座だ。復讐はここで終わらせる。俺も賛成だ。どちらにつくんだ、アーロイ。ここで決着をつけるぞ。虐殺を避ける術は何かあるはずだ。テナークスは面倒なやつばかりだな。残念ながらな。ヤーラ、これはドラッカの陰謀なんかじゃない。お前は自分の民に裂け目の真実を偽った。一派を存続させるためだとも言っていたが、それも偽りか。そうでないなら身を引くんだ。ドラッカに指揮権を渡せ。偽りなどでは断じてない。だからこそ奴に指揮権を渡すことなどできん。なら私たちで決着をつけよう。民を救いたいならお前の分隊は巻き込むな。お前は腕が立つ。彼らと共に戦う。我々はアーロイとドラッカにつこう。これでどうする。お前たちと戦わねばならぬとはな。新たな掟だ。私たちだけで戦い、勝者が指揮権を得る。長いことこの時を待っていたぞ。
さっさととどめを刺せ。逃がせばレガーラのように牙を剥くだけ。それでこれからどうする？裂け目の水はまだまだ足りないぞ。砂漠の集落から指導者を集めて協議する。今一瞬司令らしく聞こえたぞ。お褒めの言葉嬉しいね。ほら受け取れ。今日は本当に世話になったな。無視することもできたはず。砂漠の炎よ、恩に切る。汗だくだ。ドラッカも聞く耳を持つはず。そのように願おう。